どうもクロスロードラボです。今日はですねこちらのサントリーの時そして、日課のデイズこの2本を紹介していこうと思うんですがこちらねあまり見慣れない方多いと思うんですけど両方ともね海外限定なんですよ。日本では発売されていません。だけどまあ、もう今だったらね結構皆さんいろんな場所で見るんじゃないかなと思います。もちろんあのネットは、結構売ってるところも多いと思いますしあとはスーパーとかでもね、結構販売されてると思うんですよね。なので最近は徐々にこう気になってる方いらっしゃると思います。そして結構値段の開きが大きいんですよね。売ってる店によって全然違うということで、この時とデイズどんな味がするのか一本ずつやっていきたいなと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、まずですねサントリー時ですよね、こちらは2016年にアメリカとカナダ市場限定で発売されたものでその後にね2018年からイギリスで発売されたということです。まあヨーロッパでは売ってるのかな、どうなんだろう、いろんな場所で売ってるのか分かんないんですが日本未発売商品になってますね。一応商品説明はですねチーフブレンダーの福吉真嗣さんが、白州12年をベースに、サントリーの象徴でもある山崎とグレンタイプのチタを、加えたものということでブレンデッドウイスキーになってます。ちょっとこの白州12年をベースにっていうのは微妙な書き方だと思いますけど海外のサントリーのサイトを見るとトップ画像がね、まあ、ロックで飲んでるような画像なんですがハイボールの説明がすごいされてますね。ハイボールで飲まれることを前提にということなのか、日本のバーテンダーさんが、ハイボールのね詳しい説明をしている動画が上がってたりとか、まあ、ちょっと海外にもね、ハイボールブームを作ろうというそういう感じですね。で値段の方なんですけどこちらね今現在ネットで価格を見ると大体3980円ぐらいから買えるところがあってあとは結構まあ5000円ぐらいまでアマゾンも4000いくらだったんでまあ4000円から5000円の間っていう感じですね全体的に見るとなんですがそういう価格になる前、それぐらいちょっと価格が落ち着いてきてたんですけどその前はねスーパーとかで9000円とかで売ってます。まだね地元のスーパー、結構北海道ではチェーンのねスーパーなんですけど9000円台で売ってます。これはありなのかなっていうぐらいの価格ですよね。それぐらい開きがあるんで皆さんちょっと買えないなって思ってる方多いと思うんですが今はもう値段ねだいぶ落ち着いて4000円ぐらいで買えます。その値段はね実際海外で売ってる値段と全然変わんないのでもう超適正価格だと思います。逆にねこれ、サントリーさんから直接、日本に発売してるわけじゃないと思うんですよ、輸入者が書いてあるのでね輸入者も結構いろいろあっていろんなところが輸入してるみたいなんですけどそこの輸入者によって結構値段が違うのかなとも思いますね。だからまあ逆輸入ってことですよね。向こうで発売されているサントリーのウイスキーをそれを輸入して販売ということなんでね。そしてこれね、今年から決まりができたジャパニーズウイスキーの定義っていうのがあります。それはね日本洋酒酒造組合が定めた、規則法律ではないです規則なんですけどその定義に当てはまってるということなので完全に白州蒸留所と山崎蒸留所と知多蒸留所の原酒しか使ってない、ジャパニーズウイスキーとのことです。その規則が施行されたのが4月1日からなんですよ。これはねサントリーの公式で発表されています。アルコール度数は 43% で 700ml 入ってますね。それでは早速飲んでいきましょう。はい、まずはそのままあんまりこうそのまま飲まれることを想定してないのかもしれませんが海外向けって言ったらみんなそのまま飲みますよねとりあえずね、まあ、ハイボールにしてほしいという感じが、サイトを見るとよくわかりますけど香りはね結構アルコール感強いですね。バニラ感がその奥にありますけどまあ、ツンとしたアルコール感あります。まあ開けてから数ヶ月経ってるのでそれでもまあ全然減ってないのでねそこまで飛んでるとは思いませんけど、まあ、若干香ばしい香りしますけどアルコール感は結構強いですね。ちょっとこう梨とか青りんごみたいなそういう感じもありますし、まあ、典型的なバーボンダル熟成の原酒が使われているのかなとは思います。
これ山崎蒸留所の原酒が使われているといってもいろんなタイプありますから、どんなタイプ、シェリーダルとかね、水ならが使われているとは限らないので、山崎蒸留所でもね、普通にバーボンダル原酒が作られていますので、どんな原酒が使われているんですかね、逆にあの白州蒸留所でもシェリーダル原酒が作られてたりとか、いろんなタイプが作られてます。いただきます。うん、基本的には結構甘いタイプですね。甘くてそこまでライトじゃないんですけど、ソフトクリームみたいな、そういうバニラ感、バニラアイスみたいな濃厚さじゃなくて、ちょっと軽めな、口にしばらく含んでるとちょっと唾液と混ざってバニラ感が余計出てくるみたいな、そういう感じですね。まあウイスキーストレートで飲むことに慣れてる方だったらそんなにアルコール感は気にならないと思いますけど、まあ基本的にはアルコール感結構あります。まああとは蜂蜜の感じですね、これちょっと長めにね、時間をかけて飲むとこのアルコール感がちょっと飛んでね、フルーティーさが前面に出てくる感じだとは思います。時間をかけて飲んだ方がいいかなと思いますね、これはね、まあ結構余韻もビターですし、直感的にうまいっていう感じになんない人の方が多いんじゃないかなと思います。ちょっとこれ飲み方工夫いりますね、いろいろね、次ちょっとこれに氷足してね、飲んでみたいと思います。はい、これを冷やすとどうなるのか、とりあえずちょっとがっつり冷やしてみましょう。まあ、ちょっと冷やすぐらいが美味しいっていうウイスキーもたくさんありますが、とりあえず極端にね冷やしてみました。いただきます。あーでもね、冷やすとフルーティーさがしっかり感じられるようになりました。アルコール感は慣れたのかもしれないですけど、そんなに目立たなくなりましたね、多分バニラ感も抑えられちゃったんでフルーティーさが表に出てきたんだと思います。いただきます。ん、思いのほか結構バニラ感が強くなりますけど、余韻はやっぱり結構ビターなんで、このビターさがちょっと苦手っていう方いらっしゃると思いますね、まあ悪くはないんですけど、まあ飲み慣れてる人だったらいろいろ脳内補正してうまいことね美味しく飲めると思うんですが、まあ軽くなりすぎないんでそれはいいかなと思いました。割ととろっとしたね甘みがあって口当たりはいいです。余韻がちょっとビターかなっていう感じですね。次はねハイボールいってみたいと思います。はい、ハイボールです。まあ、公式ではねハイボールで飲んでほしそうだったので、ここがメインなんじゃないかなと思います。とりあえず普通に1対3で作ってみたいと思います。まあ、やっぱりあのサントリー製品だと比較するものが結構多いと思いますので、これが買うくらいならね、何々買いたいとかあれ買いたいとかいろいろあると思うんですけど、やっぱりまあ経験として一回飲む分にはいいんじゃないかなと思いますね。やっぱり一回経験しないとね何も言えないですからね。はい、それでは炭酸を入れて、はい、いただきます。炭酸で割ると結構ビターさ増しますね、冷えた延長なのか、あとはグレーンのね甘みっていうのが結構表に出てきてて、まあ、あとバニラ感ですよね。飲み応えがないわけじゃないんですけど、このビターさが多分料理と一緒に飲むと、気にならないんですが、単体で飲むとあちょっと苦味が気になるなっていう、そういうのはねあるんじゃないかな。ビターなハイボールって食べ物あるとねそんな気にならないんですけどね、割と味はしっかりしてるんですけど、特にこう華やかな感じでもないので地味な感じ、ちょっとソフトクリームっぽいこのバニラ感がうっすらというか、まあそこそこ甘みが
出てるっていう感じですね。はい、続いて日課の Days なんですけど、2018年、10月11月発売してますね、海外でね、もちろんね。で、老舗のウイスキー専門店ラ・メゾンド・ウイスキーが発売しています。販売元ですね。まあ一応日課の代理店みたいな感じで、ここが、輸入してるっていう感じになってるみたいですけど、こちらはね、時と違って日本洋酒酒造組合のジャパニーズの定義に当てはまらないということで、海外原酒も使われていますよということですね。で、ブレンデッドウイスキーになってます。説明にはロックの上、シンプルなハイボール、爽やかなカクテルということなので、ロックとかハイボールとか、あとはカクテルで飲んでほしいということみたいですね。で、価格はね、39.9 ユーロということなので、まあ、大体5000円ぐらいってことですね、日本円にしてね。日本でもね、4000円台、4900円とかで売られてるので、まあ適正価格というか、もう逆にすごいなと思います。向こうと同じ価格でなんで売れるんだろうっていうぐらい、思います。逆輸入なのにね。で、基本的にあんまり説明書いてないです。一応日課のオフィシャル、海外のオフィシャルには商品説明というかあるんですけど、そんなに細かいこと書いてないんですよね。で、輸入者の名前も書いてありますし、ちゃんと逆輸入品ですね。直接日課から、発売してるわけではありません、日本のね。それでは早速飲んでみたいと思います。ちょっと硬いですね。ピートのね、感じが結構あるんですよね、香り嗅ぐと。ピートの感じはね、結構あります。継ぎたてはね、結構固めですけど、なんかこう焼いたトーストみたいな、食パンのトーストみたいなね、そういう香りですね。あんまりこう焦げとかそういう感じじゃなくて、薬品系でもなく、トースターを開けた時の香りみたいなね、そういう感じですね。なんかアルコール感はこっちも結構あります。ツーンときますね、若干。あとはまあちょっと洋梨とかそういう感じ、柑橘感もあります。まあ、フルーティーさの片鱗みたいな感じですね。フルーティーさの片鱗ありますけど、前面にちょっとこのトースト感が出てきてますね。いただきます。こっちの方がね、よりフルーティー、そして、まあ、バニラ感あるんですけど、バニラ感だったりするんですが、クリーミーですね、結構。ボディはね、割とこう、時もデイズも同じぐらいの感じで、ミドルボディって感じ、軽すぎない、全然。まあ、基本的にはやっぱり、こっちもウイスキー飲み慣れてる人ならまあいいんじゃないかなと思いますけど、そんな飲み慣れてない人からしたら、アルコール感が結構きついんじゃないかなと思います。結構普段ね、いろいろ飲んでる人ってもうアルコール感を無視してね、考えられるというか、そういうところがあるので、まあ 2,3 回口に含むと慣れると思いますけど、そうですね、ちょっとリンゴっぽい感じとか、ウッディーさも若干ありますけど、そうでもないですね。だんだんこうピート香っていうのが慣れてきたのか、感じなくなってきましたね。酸味のあるね、フルーティーさが出てきました。そしてまあバニラ感も強くなってきましたね、どんどん。まあ、継ぎたてはちょっとね、やっぱり固め、少しこう空気含ませると、どん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 こうフルーティーさが前面に出てくる感じですね。こっちも結構ビターですけど、時と比べるとこっちの方が万人受けは絶対すると思います。次にロックで飲んでみます。いただきます。冷やすとね、フルーティーさがかなり強くなりました。冷やした方がバニラの甘さが強くなって、さらにまあうっすらこうフルーティーさが乗った感じなので、ちょっとリンゴっぽい感じとかが乗った感じがありますね。まあアルコール感はね、結構目立たなくなりました、やっぱ冷やすとね。まあやっぱりロック、まあ、ちょっと冷やした方がいいんじゃないかなって思いました、このデイズに関してはね。ちょっと多めに口に含むと、より甘さをしっかり感じますね。次、ハイボールいってみたいと思います。はい、それではハイボールね。なかなかこう価格帯的に難しいものがありますよね。
ちょっとあれ買うぐらいならみたいな時の時もそうですけど、時どっちだろう、なんか分かんなくなってきちゃった。まあだからこそ海外限定なのかもしれないですね。多分海外ではブラックニッカとか出てないんじゃないかなと思います。フロムザバレルとかスーパーニッカは出てると思うんですけど、サントリーに関しても、スペシャルリザーブとかね、オールドはどうなんだろう、海外で発売してるところ見たことないんですけど出てるんでしょうか。それではいただきます。こっちの方が余韻にすっごいバニラ感残りますね。でもなんか時と割とこう方向性が同じというか、すごいバニラ感が強いバーボンダル原酒の、特徴がすごい強い感じがして、あんまりこう個性が立ってないというか、この価格帯で個性が立たないと結構難しいなとは思いますよね。日本ではやっぱり発売しない理由はそこなのかなっていうのがちょっと思いました。アルコール感がちょっと強くても個性がこう立ってるとまた好き嫌いがはっきり分かれて逆にいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、逆に3000円以下とかだったらこう万人受けするようなねブレンドでもいいんですけど、価格が結構高いですからね。だけどまあジャパニーズウイスキーとして、まあこれジャパニーズウイスキーの定義には当てはまってないですけど、日本のね日本洋酒酒造組合のジャパニーズウイスキーの定義には当てはまってないですけど、海外から見たら割と一緒くたにされるので、日本のウイスキーとして見ると5000円ぐらいの価格帯って普通なので、逆にこれの上にね山崎とか白州とかが価格帯としては、一般的に売られてると思いますから、そういう意味ではまあいいのかなとは思いますね。今の日本の市場で考えたらちょっと高いっていう感じだと思います。そうですね、すごいバニラ感が強い、でビターさもあって決して悪くないんですけど、時もデイズも単調さは否めないかなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね今のサントリーとか、日課ウイスキーのラインナップに入る余地はないんじゃないかなと正直思いました。やっぱりこう比べられちゃうというかね、経験として飲むには十分いいと思うんですが、例えば、サントリーの時だったらスペシャルリザーブとかね、サントリーオールドが割と特徴あってね、そこと比べられちゃうというか、むしろそっちの方が価格が安いのでね、余計入る余地がないなと思いましたし、この日課デイズだったら日本ではもうブラック日課っていう優秀なね、シリーズがありますし、さらにはまあスーパー日課だったりとかフロムザバレルだったりとかね、あとこの価格帯でブレンデッドウイスキーいったらザ・日課のテーラードとか、あとは余市宮城京がもう買えちゃう価格なので、メーカー的に日本で売るっていうのはないなとは思ったんですけど、あくまでこれ逆輸入なのでメーカーがね日本の市場に投入するっていう感じではないのでね、そういうところを考えると日本で発売しない理由がよくわかるなと思いました。はい、まあ、海外で別に5000円だったりとかそれぐらいの価格で売られてるのは割と安い方というか、日本のウイスキーとしてはね、日課もサントリーも人気ですから、だから皆さんもどうしても気になるんだったらぜひね、価格が今落ちてきてるところなので、飲んでみてもいいんじゃないかなと思います。さっきも言ったんですけど、飲まないと何も言えないですからね。そんな感じで今日は終わりたいと思います。チャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。